続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は荒川区議会についてご紹介します。まずはこちらの VTR をご覧ください。5月29日令和6年度荒川区議会定例会開会会議が開かれました。開会会議では本定例会の会期の決定があり、5月29日から翌年4月30日までの337日間となりました。5月31日には議長の選挙と常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員の選任等が行われました。それではここで新しく議長となった北条貞治議員にお話を伺ってまいりましたので、こちらをご覧ください。令和6年度荒川区議会定例会開会会議におきまして、議員閣議のご推挙により議長に就任いたしました。感染症流行により中止していた交流都市である秩父市及び秩父市議会との交流事業を7年ぶりに実施いたしました。このように感染症流行前の日常が取り戻されていく一方で、依然として続く物価高騰や円安の問題など、区民の皆様を取り巻く環境は未だ厳しい状況にあります。また、首都直下地震に備えた災害対策や地域経済の活性化、子育て支援など、これまで以上に区民の皆様に寄り添った議会運営が求められております。区議会では区民の皆様が安心して日常生活を送ることができるよう、区に対して必要な支援の要望や政策提言を行うとともに、一定の緊張関係を保ちながらも連携を密にし、こうした課題の解決に積極的に取り組んでいく所存です。今後とも区民の皆様の温かいご支援とご協力をお願いを申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。北条議長、ありがとうございました。この後は荒川区議会について議会事務局の野沢さんに VTR でご紹介いただきます。議会事務局の野沢です。私が今いるのは荒川区議会議場の傍聴席です。議会の開会期間中は本会議や委員会を傍聴することができます。それではここで皆さんにクイズです。荒川区議会議員の定数は何人でしょうか？正解は32人です。区議会議員は引き続き3ヶ月以上区内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある区民の中から選挙で選ばれます。選挙で選ばれた区議会議員の任期は4年間で、区民の代表として本会議で区の重要な事柄を審議し、どのように対処するかを決定しています。また議員の中から議長・副議長を1名ずつ選挙で選びます。区議会とは何をするところかご存知ですか？区議会は選挙で選ばれた区民の代表として区議会議員で構成されています。区議会では区や議員からの提案をもとに区民の身近な問題を話し合い、区の条例や予算などについて定めます。また議会で決めたことが正しく行われているか、区民の暮らしにどのように役立っているかチェックをします。荒川区では議会の活動可能な期間である会期を5月から翌年4月までのおよそ1年間とし、会期中には議長が自主的に迅速に本会議を開くことができる通年議会制を採用しています。通年議会制を採用することで、年間を通していつでも議長の判断により本会議を開催することができます。このため、例えば災害等の突発的な事件や緊急の行政課題が発生した場合などにも、
議会として迅速に対応することが可能となっています。区議会の主な仕事をご紹介します。区民の声を聞く。区民からさまざまな意見を聞きます。請願・陳情などもこれにあたります。議決。議会の考えを決定することを議決と言います。議会の最も基本的な役割です。区民が守るルールである条例を制定・改正・廃止するほか、予算の決定や決算の認定を行います。区の仕事のチェック。正しい仕事が行われているか区役所の事務をチェックします。議案の提出。荒川区をより良くするために議員が議案を作り議会に提出します。この議案は区長が提出した議案と同じように議会で議論します。意見書の提出。荒川区を暮らしやすい町にするために必要なことを国や都などに要望するため議会の考えをまとめて意見書として提出します。議員全員が集まる本会議のほかに委員会があることをご存知ですか？区議会で取り扱う事柄は数も多く複雑で幅広い分野にわたっています。そこでいくつかの委員会を設置してこれらを専門的に調査・審査をすることで区議会の効率化・合理化を図っています。これが委員会の役割です。委員会には区の事務の部門別に分かれている4つの常任委員会と議会の運営等に関する事項を扱う議会運営委員会、そして臨時的な事件、特に重要な案件等を調査するために議会の議決により設置される特別委員会があります。それでは各委員会で具体的にどのようなことについて話し合われているのか、今年度の各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員とともにご紹介します。まずは各常任委員会と議会運営委員会です。総務企画委員会は総務企画部、区政広報部、管理部、産業経済部、会計管理部、選挙管理委員会、監査委員に関する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項を所管しています。文教子育て支援委員会は教育委員会、地域文化スポーツ部、子ども家庭部に関する事項を所管しています。福祉区民生活委員会は福祉部、健康部、区民生活部に関する事項を所管しています。建設環境委員会は環境清掃部、防災都市づくり部に関する事項を所管しています。議会運営委員会は議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項を調査事項としています。続いては特別委員会です。震災災害対策調査特別委員会は首都直下地震対策、首都直下地震以外の大震災対策、水害対策に関することを調査事項としています。観光文化推進調査特別委員会は観光振興、文化施策の推進、都市間交流、観光にかかる交通アクセスに関することを調査事項としています。財政援助団体調査特別委員会は財政援助団体に対する出資金や補助金等の使途、執行状況、会計処理等に関することを調査事項としています。若者支援健全育成調査特別委員会は若者の相談・居場所、生活・就労支援、健康・青少年の健全育成に関することを調査事項としています。委員会で調査・審査された議案は
その結果を参考にして本会議で議決されます。この議決の結果、可決された議案が成立するという流れです。最後に、区議会について知りたい場合、どのような方法があるかご紹介します。荒川区議会では本会議や委員会の様子を傍聴することができます。またインターネットにより会議の音声をライブ配信していますので、当日議場にお越しいただかなくても会議の様子をリアルタイムで聞くことができます。荒川区議会のホームページでは会議の映像や音声配信のほかにも、過去の会議録や議会日程などもご覧いただけます。また議会の活動をまとめた区議会だよりを年6回発行しています。新聞折り込みや区役所、図書館、駅の広報スタンド等で配布しています。このほか予算に関する特別委員会、決算に関する特別委員会で行われる総括質疑の模様はケーブルテレビマイチャンネル荒川で放送しています。放送日時等は区議会ホームページや荒川区報などでお知らせします。区議会は区民の中から選挙で選ばれた区議会議員が区民を代表して区の重要な事柄を審議し、どのように対処するかを決定しています。議会事務局では今後も区民の皆さんに区議会の情報を発信していきますので、よろしくお願いします。野澤さん、ありがとうございました。今回の荒川区行政ナビは荒川区議会についてご紹介しました。